ああ、予想外に腹いっぱいになったわ。でも味は普通だったな。ポテトで口の中パッサパサだ。伏黒、チェキの写真もらってきたけどいる？神社行くぞ。あ、なんで？写真は燃やす。呪いの写真は焚き上げ供養に限る。いい写真なのに。つうか五条先生どこ行った？見失ったな。もはやもうどうでもいいけどな。あれ、マジでどこ行ったんだろう五条先生。僕がどうしたって？うわー、五条先生いつの間に後ろにって、あれ釘先までいるじゃん。なんで？なんでじゃないわよこの野郎。なんで不機嫌なの？そりゃ不機嫌にもなるわよ。あんたたちが五条先生の周りうろちょろしてたせいで。なんで知ってんの？聞いたからだよ。ってことは尾行してんのバレバレだったってこと？マジか、結構気ぃつけてたんだけどな。僕目いいから。いや目隠してんじゃん。僕最強だから。あ、そうっすか。で、先生は今日休みなの？いや、普通に仕事だよ。だってクレープ食ったり漫画読んだりメイド喫茶行ったり。メイド喫茶？僕くらいになると忙しすぎて仕事しながらじゃないと街中ぶらり再発見もできないからね。こう見えてやることきっちりやってんだよ。やることって？ダンジョン探し。ダンジョン？言い方を変えると1年生の実習向けにいい感じの呪われスポット探しおよび下見。はい。そこのメイド喫茶の隣のビル、ネットのホラーサイトで変な噂立っちゃったらしくてね。もともと結構歴史あるレコードショップが入ってたおかげで呪いのエピソードに信憑性が出ちゃったのがいけなかったな。ああ、だからビルしか見えないのに窓の外見てたんだ。で、予定はもうちょい後日だったんだけど、なんかちょうどよく1年3人揃ってたからね、こりゃいいや、今日挑戦させちゃおうと思って。でも今日休日で。大丈夫、もうビルに放置された真空管アンプ動かしたり噂になぞらえてレコード流したりして刺激してきたから、生きのいい呪霊とご対面できるよ。よし行くぞ。なんでやる気なんだよ伏黒。クソゲーやったりメイド喫茶行ったりするよかずっとマシだ。何、あんたたちもメイド喫茶行ったわけ？虎杖はともかく伏黒まで。すました顔してとんだむっつりスケベ野郎どもね。不可抗力だ。俺はともかくって何？いいから行くぞお前ら。だからなんでめっちゃ戦闘モードなんだよ伏黒は。めぐみはこないだ六本木で実力見せる機会なかったからね。引きずってんだ。引きずってません。いや引きずってる顔じゃねえかお前。あんた結構じんわり根に持つタイプよね。じゃあみんな気をつけて行ってきてね。僕は揚げまんじゅう食べてるから。先生まだ食うの？とっとと行くぞ。行くぞじゃねえよ。もうちくしょう、グッバイ俺の休日。私の雨横。ユージー、ポケットから何か落ちたよって言っちゃったよ。写真？めぐみ様また来てね、ハート。なんだかんだ青春してるじゃないか和光堂。